ジェットリング、はい、そこの全員の夢なんでしょうけども、白 T シャツにもうブラックに、あとはもう振り向かずにただ歩く、ベスト着てましたね。ダメージが見ちゃうんだな、はいはいはい、呼吸するようにノースフェイスを、はいはい、やっぱだってミニオン世代ですからね。お客様にめっちゃいいこれ、アルコ&ピースの平子です、お願いします。ラジオの DC ガレージ、うん、はい、オーシャンズを、はい、とても取り上げていただいて、結局我々はアメリカもとにこの西海岸の呪縛から離れられない世代じゃないですか。中学生ぐらいの時に起きた古着ブーム、当時あったブーンとか、はい、ゲットオンとか、当時ドラマでやってた木村拓哉さんが出て、はいはいはい、若者のすべて、うん、僕なんかもうね、あの奥さんにモテればもうそれでことすの話ですから、奥さんの目線ばっか取り入れましたね。オーシャンズ TV、はい、はい、じゃあここ5階です、パルコの、はい、パルコの5階はアウトドアフロアみたいなことで、この間オープンしたばっか。そうなんだ、はい、でここがレッドウィング、はい、レッドウィングです。お邪魔します、失礼します。いやこれ、いやもうテンション上がる、なんでこんなテンション上がるんだろう、これ なんで上がるんですかね、なんなんですかね、レッドウィングってね。これでもこの間平久さん、はい、YouTube で、はい、実際買われてるじゃないですか。はいはいはい、買いました。あれはどうですか、履いてますか。履いてます履いてます。あれいつ購入されたんですか。いつだっけ、もう半年ぐらい前ですかね、夏場、はい、確か、はい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 、まだちょっとエイジングっていう域には入ってないですけどね、はい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 、今日だから、はい、編集長もそうなんですよね、そうスウェードのセッター、そうです、平子さんはチェッカーフラッグのバーン、はい、あれは、はい、久しぶりに買ったあれですか。そうですね、レッドウィング、そうですね、5年ぶりぐらいに買いましたね。やっぱり結局持ちがいいんで、まあ、でも5年ぶりか。そうですね、ポストマンシューズ以来でしたね。ポストマン買って、はい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 、それ以来のレッドウィングでしたね。 あそうなんですね、はい、ポストマンは今も履いて、履いてます履いてます、お全然現役で。その奥にいかにもレッドウィング、レッドウィングがミスターレッドウィング人になったお願いします、お邪魔します。あ、これだ、はい、ありがとうございます。あ、購入されてたやつ。そうですね、ここ至るまで何足か履かれてたじゃないですか、うん、はい、あれは、うん、なんで最終的にプレーン2に、なんだろう、決めたんですか。誰かへの憧れあったんだっけ。結局でもやっぱレッドウィングって、うん、木村さんの引っ張りって強いですよね、うん、そうですよね、うん、特にエンジニア、うんうん、もうこれもだし、これもそうですね、エンジニアも、はい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 、わあエンジニアかっこいいな。あ、でもスウェードいいっすよね。なんかスウェードいいっすね、スウェードかっこいいっすよね。とレッドイングさんの本当に唯一の苦情がなんでペコスを辞めたんだっていう話ですもんね。ちょっとじゃあミスターレッドイングちょっとでもこの、うん、作ってもらえる品番がかなりその限られてきたので、うん、なるほどね、なるほど、そうなんですよ、アメリカで作ってるじゃないですか、はいはい、でレッドウィングって、うん、いわゆるその安全靴のシェアが世界的にはすごく高くて、うんうん、僕らがやらせてもらってるこういうヘリテージっていうファッションのラインっていうのは、うん、はい、ちょっと優先順位が、作る優先順位が下の方になっちゃうんですよね。なるほどなるほど、安全靴の方を下に行って、うんうんうん、どんどん供給していかないと、はい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 、はい、このヘリテージも作れなくなっちゃうんで、はい、なるほど、まさにギアですね、はいはい、ね、ええ、今この一下りだけでもなんか嬉しいっすよね、なんかこのレッドウィングの裏話ってめちゃくちゃなんか嬉しいっすね、うん、こういう、まあ、アイアンレンジャーのシリーズだったりとか、はいはいはい、あとは最後は87トっていう定番のタイプ、うんうん、あとはまだ今、はい、なるほど、でもこのスウェードのエンジニアって、はい、ずっとあったんでしたっけ。これは、10年ぐらい前に、うん、日本でもやってたんですけど、うんうん、本当に数年でちょっと終わっちゃったと思うんですよ。で、うんうん、今回あとアメリカの倉庫に本当にちょろっとあるのが見つかって、うん、それを、はい、日本に引っ張ってもらって、あ、今やらせていただいてるんです。デッドストック。あ、そうです、はい、ストックってもう一番購買意欲をそそられる、もうご飯何杯もいる、ね、うん、あ、ちょっと、あ、ショートなんだ。そうですね、基本的なエンジニア、一番エンジニアで11インチってちょっと背の高い、はいはいはい、なんですけど、これは8インチ
あへぇ、何年代のやつなんですか。これ出たのが2008年とか2009年ぐらいなんですよ。はい、つまり10年以上前の。そうですね、で11年ぐらいで、だんだん在庫がなくなってで、うん、1回そのレトリングジャパンの商品からちょっと消えたと。はい、いいですね、倉庫の隅っこに何個か残ってたっていう、ね、それを引くっていう、ね、しかもなんかね、色味が今のスエードと違いますもんね。そうですね、ちょっと白っぽい感じですかね。最近のスエードまたちょっと黄色っぽくなって、はいはいはい、年代によって白っぽかったり黄色っぽかったりするような月はあります。なるほどね。僕ちょっとバイクを買う予定もあるんで。おお、そうなんですよ。なるほど。こちらでもやってたじゃないですか。はい。岡部が。はい。岡部さんが。まさにあそこの中野店でお話伺って、ほうほうほう、僕らの一人でやってるチャンネルの方で、はい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 。ひらこお買い物クラブっていうチャンネルを開設したんですよ。ええ。そこでちょっとあそこのハーレー見に行って。ええー、マジですか。岡部さんいらっしゃいましたよって話して。はい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 。はい、なので、まあ、この辺はちょっと、なるほど。バイク用のブーツってことでやっぱ見ちゃいますね。もう、ハーレーにエンジニアってもう、ね、何と何ぐらい合うんだろう。何と何ぐらいですかね。急に言いますね。それ多分ですけど僕の仕事ですよね。ガンズとローゼズくらい。確かに合う。もともとワンセットですからね。はい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 。あ、ここでもギアの切り返しでここをちょっと、なんかね、黒くちょっと汚したいですね。はい、昔あれでしたよね。学生の頃わざとこう汚したりしたね。ガジガジやって。やってましたよね。平子さんが好きなスウェードにオイルを。だからもうそのスウェードにオイルはダメなんですって。何と何なんだろう。これは何と何なんだろう。スウェードとオイル。そうっすね。スウェードにオイルですもんね。はい。でもメールしますわ、後で。オーシャンズ TV。これだから、このエイジングをね、ちゃんとこれ飾ってんのは、ああ、もう、うんうんうん。未来予想図が見えるというか、はい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 。ここまで仕上げたいぞっていうのが、ね。あ、私物なんすか。あ、私物なんすね。で、はい、あの、経年変化していくと、どういうふうにパワーが。はい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 。それをお客様に、あの、ご案内。うん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 。あ、そう、私物なんだ。これ、店長の私物はどれかあるんですか。私の私物は、うん、うんうん、めっちゃ私物を用意するじゃないですか。あとスーパーソー靴なくなりますよ。私の私物、めっちゃ私物だった。いい赤っすね。なるほど。平子さん一番いいなって思うのどれですか。でも やっぱりこの赤み好きなんですよね。いいっすね、このシューレースキュッてこの閉じてるのがね。まあ、キュッと締めるためのサイズ選びが正解なのか、はい、あの、本当のフィットでいくとちょっと開くじゃないですか。そう。縦と横で優先すべき、うん。そうですね。まず、つま先がぶつかるサイズってのは良くないので、うんうん、はい。あの、いわゆる指定寸って言って、つま先の空間っていうのは必ずあった方が、はい。はい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 。で、横は、もう気持ちちょっときついかないぐらい。はい、はい、はい。で、横は、あの、革の馴染んで楽になるんですけど、うん、縦の長さっていうのは変わらないので、うん、はい、あの、最初の試着の段階で、つま先がちょっと触れたりとか、ぶつかるようなサイズ選びっていうのはやめた方がいいですね。なるほど。はい、ではなるべく最初に、もう、一斉的に、見ていただくといいかなと思います。はい、はい、はい、はい。これ、あの、ミンクオイル。ミンクオイルで、はい、どれぐらいの頻度で塗ってるんですか、店員さんのやり方だと。ね、僕の、例えば履く頻度によるんですけど、はいはいはい、僕の場合、週に1回。あ、結構頻繁に。履く、はい、頻度で半年に1回ぐらい薄く塗る感じです。あー、はい、なるほど。なるほどね。週1入って、週1ペースで履いてたら半年に1回でいいんだ。そうですね。そんなもんなんすね。今はもうブラッシングだけしっかりやっていただければ。ブラッシングね。あの、コンディションは保てます。はい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 。塗りすぎてしまうと、うん、ちょっと皮ベタベタになっちゃって、埃とかが。スペアだから俺の、あんな埃ついてんだ。な、埃ついてんすか。塗りゃいいと思ってやっちゃってる。そうなんだ。オーシャンズ TV。
スーパーソウルも2足の持ってたんですよ、スーパーソウル、これとスウェード。あ、そうなんですね、はい、スーパーソウルいいっすよね。これまで何足ぐらい履いてきてるんですか。何足ぐらいだろう。あの、先ほども話に出た、親からの10万円を、入れて、エンジニア入れて、エンジニアに変えたのが初代ってことですよね。そうですね。はい。どんぐらいで、8足ぐらいですかね。おぉ。9足ぐらいなのかな。ほうほうほう。はいはい、はい。モデル被りは、そんなにない、あの、色。スーパーソウルは、被ってましたね。はい、黒とスウェードで、はいはい。なるほど。はい。まだ欲しいのありますか。いや、欲しいっすよ。例えば。レッドウィング、今買い足さなくていいなって思う時ってないでしょ。確かに。もうだって、はい、夢は男の全員の夢なんでしょうけども、部屋全、もう横壁全体に、天井までの棚にして、はい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 、そこにレッドウィングずらーって並んでるのが男の夢じゃないですか。なるほど。あれをやりたいわけですね。そうそう、あれ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 。そうそうそう。あれを。そう。箱を、はい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 、箱をちゃんとバーってやって、あれ自宅に欲しい。そう。なるほど、なるほど。そうっすよ。で、写真貼って、どれがどの箱に入ってるやつかとか、はい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 、写真貼って。そうです ね。そうすると、そこまではまだ、そうです、まだ、速数足らない。そうなんですよ。結局、編集長にちょっと引っ張られてるけど、やっぱかっこいいっすね。スウェードはいいですよね。スウェードいいっすね。はい。それで俺もその黒紐に変えるの好きなんですよ。そう、これ、スウェードを。これも、なんか俺世代な気がするんですけど、うんうんうん、これがすごく流行ったんですよね。はい、流行りました。だから、今でもこうしちゃうんですけど。俺もスーパーソウルの紐そうやってました。ああ、そうっすか。スウェードで。ああ、やっぱりこのオーシャンズ世代。ね。ええ。うわぁ。これの墨入れたりするもん、背中に。セッターの墨。誰も喧嘩売ってこないでしょ、海で。そうですね。セッターの墨です。これやっぱ、これは欲しいな。じゃあ、あれですかね。ちょっとレッドウィングでちょっと物色した次は、はいはい、また新しいところ行きたいと思いますけど。新しいとこ、はい、はい。レッドウィングでずっとできますけどね。ねえ、レッドウィングでずっとやりますよね。こういうのもね。ああ、もうこれがいいんだよな。ケアグッズ。紐、これでね、新しい紐を選んで、はい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 、丸紐、平紐で。そうです、そうです、ね。ね、こういうブラ、結構こういうのもあれですか？自分でお持ちだったりしますか？これも民工よりも買いました、この間買った時。あ、そうですか。はい。レッドウィングのやつを。レッドウィングのやつを。他のやつはいっぱい持ってるんですけど、はい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 、レッドウィングはレッドウィング用にしようと思って。あ、そうなんですね。はい、愛が半端ないですね。愛ありますよ。さすが。レッドウィング、息子に初めて、はい、息子が何歳ぐらいの時かな、レッドウィング、初レッドウィング買ってあげたいんですよね。おー、あ、そこは、うん、あ、でもサイズが合わないからね。サイズが合わないんで、うん、僕、日本規格ぐらいだと30センチぐらいあるんで、お足がでかいんですよ。あ、そうなんですね。だからなかなか息子もでかくなってくれないと引き継ぐことができないんで。でもその場合の子供に買いたいモデルといえば、何かな。でも選ばせんのもいいっすね。うん。何も知らないですからね、お子さんはまだ。そう。でも一足目やっぱ、一回セッター覚えろよって話になるのかな。セッターですか。セッター覚えろっていうなんかタバコを吸わせるみたいな話になるんですけど。確かに。ポストマンとか選んだらセンスいいなって思うかもな。ポストマンはそうですね。ポストマンって世代的には絶対、第一候補に入らなかったやつですね。一足目じゃないですもんね。ねうちの息子、一足目ポストマン選びやがったって思うのいいかもしれないですね。なんか洒落てますね。うん。いや、それもちょっとまた家族でも見に来れるように。はい、じゃあまたメールください。メールください。はい、3回の電波目。はい。40超えてからのブラックって、もうちょっとソフトに切れるっていうか、別に何の関係なくても、商品名に66って付けられたら買いますからね。ずっと着てましたね。未だにやっぱ着てますけど、はい、ずっと着ちゃいますね。ダメージ飲みちゃうんだな。WX が僕ちょうど今週の、はい、あのネタ番組で古着屋さんっていうネタやってるんですよ。